じゃない？おお、何？え？え？はい、ということで、今回はガサガサ遠征やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回はね、まあタナゴ族を正直ね狙いたいんですけども、はい、まあこれから行く場所だとね、赤ひれタビラかな。まあ厳密に言うと北の赤ひれタビラ。厳密に言うとね、厳密に言うとな、分かりやすく言うと赤ひれタビラですね。すいません。ああ、そうだよな、俺は視聴者に寄り添ってたぞ。お前に寄り添うつもりはね。すいません。まあワンチャンねあるぐらいなんで、まあもちろんレアな魚をね必ず狙っていきたいと思います。リベンジの川に来たんですけども、ちょっと今トンボさんがね、美しいのがいるんで、うわ綺麗。ちょっとまあ大きさ的にオニヤンマじゃなく、オニヤンマ、あと昔トンボとか、ちょっとでも今よ、すげえ美しかったの。ガサガサする前に美しいの見えて、俺は意気消沈。意気消沈は沈んどいな。いい加減にしろ。すみません、ちょっと皆さんね、ガサガサを見たくてね、綺麗なトンボに目が止まっちゃいました。そういうこと。メーター入ってるんで結構無理やりいけるんで、脳筋スタイルでいきたいと思います。はい、さあ、やっと抜けました。いいんじゃないの？いいんじゃないの？ねえ、ちょっとやや流れあるけど、うん、ややっていうの。え、ちょっとね、こういう地底系のなんかやってみたら、まあ、それでね、タナゴはいないと思うけど。まあ、そうだね、なんかちょっとまず、どういう可能あれかちょっと見てみたくてさ、うん、わかんねえだろ、あんまりそれ。何にもいねえ。そうだね、うん、この脇行くか。脇行こう。行きまーす。はい、行くよ。オッケー、入れ。お前のもんじゃ。うわー、でっか。え、待って、何これ、カジカか。いや、カジカ大乱型っすね。コータスフォラックスや。うわ、美しい。やった、繁殖期はもう終わってるんで産卵後かもしれないね。岩どけずに捕まえるの結構ない。いや、確かにね、じっとしてたんだろうね、地底で。うわ、すげえ。ありがてぇ、ありがてぇ。早急に逃がしましょう。はい、逃がします。お、銀ヨンゴじゃないですか。嘘、いけ。嘘やろ、無理やろ。こうやってパトロールするから戻ってくるんです。そうか、来た来た来た、目の前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 。おおい、うわくそ。来た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 。移動しよう。移動しようか。はい、お次の川に到着いたしました。まあ先ほどはね、ちょっと流れが速い山地の方の川寄りだったんですけど、今回はもう市街地のこの近く、田んぼの脇にある用水路的な感じですね。さっきよりね、流れも穏やかなんで、探しやすいしって感じですね。ちょっとすいませんね、反射して水中が見えないですけども。さあ、いいよいいよいいよ。どうすか。お、え、何何何何何何、止まれ。あ、ギバチか。ギバチっぽいな。え、もういる。ケーシング。え、え、何そいつ。あ、ちょっと待って、見せて、よく見せて。ギバチっぽいね。ギバチっぽいか。ちょっとこれナマズってやっぱ意外と難しいもんだね。いや、そうだね、うん、結構見比べないとね。ありがたすぎるね。二類ですからね。そうで、絶滅危惧。買いたがる人いるだろうな。うわ、これ買いたいな。美しいもんね。美しいよ、かわいいな。やっぱ地底系のお魚さんはな。あ、ありがてえ。そうだよな。じゃあ、ちょっと逃がそうか。よしよしよし、気をつけろ、毒あるからな。そうですね。よしよし、ありがとうね。よしよしよし、うららら。ありがたいね、お前一発目だぜ。まあ、腕が腕がって誰か関係ねえよ、筋肉は。おっせーしろ。なめんな。じゃあこんなとこ置くな、俺のケース。危ねえな。まあいいよ、これなんか追い込めばいけんちゃう。あ、なんか入ってる。アメザリとアメザリとなんだ。じゃあゆっくりな。なんだ、綺麗。なんかタモロコじゃね？ぽいっすね。タモロコっぽいな。ちょっとね、すごい反射して真っ白になってるけどね。待って、2枚があるやん。え？ 2 枚が。うわ、これタナゴある。タナゴある。ちょ。タナゴある。やって、これでか。でかいね。そうなんだよ。反乱として掴んだよ、貝。2枚貝はね。よしよし、お前一気にやる気が来たよ。まあまあ、とりあえず楽しかったですね。面白かった。オッケー、じゃあ移動しましょうか。
はい、こちらもまた随分良さげな川ですね。まあでもちょっと浅いかな。うん、ちょっと流れもあるしなんだけど、ちょっと一個一個潰していこう。そうだ、なんとも言えないんでね。絶対ないってわけじゃないんで。そうだね、やっていきましょう。よし、やらないとわからないと。うわ、結構ね、下、藻がぬるぬるしてるわ。岩で買ってみるか。あ、頼む。お、いいっすよ。いいじゃない。おお、何、何、え、え、マジ、あ、副土壌だ。副土壌か。そうだよ、副土壌か。移住されてんだよ。すげえ、初めて見た。ぶっとくれ。そうなんだ。いや、島戸に見えるけどね、ちょっとやっぱ短いし、ぶっといんだよね。あ、そうね。北海道が自然分布だから、それ以外はね、確か外来、まあ移入種だね。赤座がね、確か副土壌と競合しちゃうと赤座が負けるんで激減しちゃうんですよ。やられちゃうのか。そういうこと。副道場が優先種となってしまうと。そういうこと。でもちょっと結構おもろい形態してるけどな。おもろいな、これ。場所が場所なら天気でもいけるやろ。確かにな、綺麗だもん。なんかそうだよね。え、美しい。となると、ここは副道場の川かもしれん。それまずいわ。やめて、副道場やめて。マジか、全部や。全服。うわ、全服だ。これ侵されてるわ、副道場に。侵されてるわ。入りすぎやろ。あら、これもう違いなく、いいぞ。うどうすか、マジ。うわ、すごい大家族や。大家族やろ、マジ。こんな風になるのか。かっこいい。かっこいいな、副道場。かっこいい。でもなんか面白い。面白い、お前撮んの面白いやろ。勝手に入ってくれた。確かに。はい、無理だね。入るんかい、それでも。絶対入んだ。何でもありや、そんな。逆に入らない方が難しいもん。確かに。よし、ちょっと副道場えぐいな、正直。大量にいますね。いや、多分網入れりゃ入るか。いや、マジでさっきこのちっちゃい、こういう岩さを何でもいいんだけど、こんなちっちゃい岩でもさ、これが入るんですよ。そうやろ。もう入ってるじゃねえかよ。おい、入りました。結構高いんじゃねえか、どれも。なんか違う、さすがに入んじゃない、こういった人のやつ。ああ、まあ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 、でもこんな感じ。こんな感じで、ちょっとやるだけで大量に入るんで、ちょっとここ一帯でしばらくやってみて。そうだね、国内外来種の脅威さ。そうだね、ちょっと伝えるためにしばらくやってみましょうか。そうだね、水槽用意しましたので。ああ、そうだね。そこにちょっと溜めていきますか。そうだね、あり。ちょっとそんなことやったらいっぱい取れちゃうよ。水ざりも全部いくって。なんかあんだけかっこいいのにね。これ溢れかえるんちゃう、まさか。うわ、綺麗。俺水槽アクアリウム的なこと好きなのよ。よし、どんどん行こう。おお、すげえ。はい、これですよ。うん、そうだね。もう俺大変なことになるぞ。うわ、いそうやな。おー、なんかめっちゃ、ほら、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。もう見えるわ。そうそうそう、そしたらもう取れるよ。ほら、すげえ、かっこいい。おお、でっか。牛がいる。牛がいるや。トバツカスが嫌です。でかすぎだろ。外来種天国じゃねえかよ。プロカンボルスクラルキーと。クラルキーもいるわ。バルバツラオレアスだ。あ、オレアス。うおー、すげえ。これまずいね、ちょっと。相当脅威になってるね。見て、この副土壌の量。いやー、すごいなー、マジで。国内外来種の脅威って本当にすごいんだな。ほとんど副土壌っすよ、9割。マジでそうだよね、これ。で、牛ガエル混ざってたら、アリカタリガニ、ヌマエビとか。いや、そうだね。あと、若干の東洋シノブリ、そういうのしかいなくてさ。ほんと、マジ 1% ぐらいじゃない、在来種。そうなるんだよね。そうだよね。でも、赤座とかすごいやられてるだろうし。いや、ちょっとね、赤座僕ら見たい身にとっては、ちょっときついよね。そうだな、カジカとかももう全然取れないしか。いや、確かにマジで追いやられてますね、こいつらに。嬉しいよ。マジでいた可能性あるよね、全然赤座ね。あ、この川、あれ、うん、あれ、あれ、この環境ですからね。いや、マジそうだよな。おい、こんだけね、服を呼び寄せるみたいなね、名前してるけども。観賞魚としてもすごい面白いけど、これ戦争にいたら。いや、これは面白いね。ただまあ、やめた方がダメですね。これ以上、まあ、分布を拡大させないことが大切かもしれないですね。これ以上増やさないっていうところが大事なんじゃないでしょうか。
まあこういうねやっぱガサガサ面白いのいますから、調査的にもね面白かったですね今回はね。そうだね、こんなとこ福之丞いるとは思わなかったんで。思わなかったね。俺らって田中がいると思ってきてたそもそもおい見て田中を想像して見てこちら他の違いよマジで。ワンちゃんいるかな程度しか思ってないけど。うわそうだね、これはちょっと驚愕ですよ。いやちょっとびっくりしちゃったね。まあガサガサの面白さもこういうところもありますから、皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。